皆さんこんにちは、ペツでございます。アスライト55回目ね、やっていきましょう。3ブロックあるはずなのか、2ブロックか。
るでしょ多分。素晴らしい。よしよし、ハブ削ってくれたね。そうで、うん、いないよね。あ、はい、あのちりとり君がどう出てくるかやな。空母を必要に追ってくるんだったらちょっと困るけど。逃げるか。あ、爆撃。
まあまあ知れとるけどね。耐えればもう一回どっか入れるから。うん。で、次は8匹残しか。あ、諦めた。うん、で、せやね、数少ない方を狙うわね、当然。あ、やられた。うわ、半分か。あ、なるほど、そう来る。あー、そうやね、待機攻撃も結構強いからね、このチリトリさん。おお、5つか。あー、射撃できた。いけるの。あー、300か。わあ、微妙。一気でも残れ。あー、ダメだ。うわあ、高射砲に一体潰されたのは痛い。うん、まあそっちやな、ハンニバルやったら。6。ああ、よしよし、残した。またフェンリルにやられるのか。ああ、そっち行く。あのランチャー嫌やな。いいチーム持ってきたな。スナイパーって確か、あれやね、体幹やね、せやね。体感しかないはず。ああ、せやね。あ、待機どうやって、間違えた。さあどうする。うん、こっちが届くから、まずこっちです。やね、あ、そっか、白兵より強いんや、アテナ。忘れたわ。あ、それも、うん、3対4か。で、一気に。よしよしよし。
流れ弾一気か二気。ああ、攻撃量ない。あ、そっか、変形してないからか。よしよし。爆撃は、一マス足り。よし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 。
もう一押しやな。はい、グッドグッド、これでいい。まして、終わりにしたいと思います。うん、突っ込んできた。あー、なるほど、クーポン狙ってきたか。うん、まあまあ想定内。どれを狙う？あー、タロちゃんか。ということで、今回はこの辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。